ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2021年6月16日水曜日、妖怪地のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして今日第3水曜日は特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。はい、今日もお相手は私、えっちゃんこと松崎悦子と、はい、秀蔵、吉田秀蔵でお送りします。はい、6月です、はい。今日は6月のお話などもしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。その前にです、はい、実は私に事件が2つありまして、はい、聞いてくれますか、はい、本当にありがとう。まず1です。事件その1、パフパフパフ、先週のね、はい、金曜日の真夜中に、はいはい、自転車で思いっきりこけました笑うとこやな、はい、もうびっくりするぐらい思いっきりこけました。なんか道渡ろうと思ったのよね。で、車道と歩道の間ってこう区切られてるじゃん、車来ないようにね。で、ところどころ切れてるでしょ、人が渡れるように。それがね、私見えへんかった。渡れるとへっこんでると思って思いっきりバンって乗り上げたんでしょうね、多分ね、うん、まあどうこけたかわからんぐらい見事にこけました、うん、頭バーンって。もう真夜中し、別に恥ずかしくなかったけど、誰もいいんから痛いとか、もう言うしかしゃあないよね、一人で痛っみたいなでもしゃあないし、もうそのままもう腕うわ血出てるとか思ってながら、めっちゃ痛くってね、その日の晩。頭腫れてくるし、なんかこう首のリンパ腺バン腫れてくるし、もうどこ痛いか分からへん、どこ痛いか分からへん、もう全部痛いから、もう腕めも痛いし、もうどうしていいか分からんくって寝ました。もうで土曜日一日中ずっと寝てました。っていうかもう起きれなかったです。もう何が痛いか分からんけど、なんかしんどくって。それがですわ、はい、ね、それが金曜日で、土曜日丸々寝てたんですね、はい、次の日曜日、はい、なんとワクチン1回目の接種の日だったんですよ。運悪いでしょ。もうしゃあないよね、痛いけど必死で起きましたよ、うん、でちゃんと接種に行きました。はいそのなんかワクチン接種のことをね、報告しようと思ったんですよ、はい、こんなでしたよみたいな。でもね、それどころじゃなかったんです。頭痛い、腕痛い、もう、あんまり覚えてないんですよ、どうやって終わったかがとにかく注射はなんか全然痛くないです。もう打ってるのか打ってないかも分かんないぐらい細い針やし。でもだいぶ深く入れるんでね、全然分かんない、蚊が刺したぐらいなもんです。あ、うん、でもあっという間に、あ、もう終わったのみたいな感じだったので、注射自体は全然痛くないし、段取りよくね、パッパッパッパやってくださってましたよ、それが日曜日ですね、はい、でまだ痛いわけです。頭腫れてるし、腕血出てるし、見えますほらね。で、でワクチン打ちました。それが日曜日です。日曜日の夜からまたしんどい。これはもうワクチンのせいなのか頭を打ったせいなのか分かんないわけですよ。また寝ました。もうひたすら寝ました。月曜日もずっとありえへんぐらいの倦怠感。よく言うでしょ、倦怠感出ますって、はいはい、意味分からんかったですよ。もう相当長く生きてますよ、私もね、半世紀以上生きてますけども、倦怠感を初めて体験したぐらい、なんかね、徹夜を4日も5日もやってるぐらいの感じ。もうとにかくもう目も開いてられへんの、それ、しんどくって。もう寝かしてください、私のことをほっといてください、もうこのまま一生起きれなくてもいいのでほっといてくださいみたいな感じ。また死ぬように寝て、で昨日火曜日も全く動けなくって、でスタッフさんが心配してくれたけど、もう
ほっといて寝てるからみたいな、うん、熱もないし大丈夫、とりあえず寝かしてくださいってことで、昨日待った24時間寝てましたよトイレは1回だけ起きたかな、覚えてないです、それも昼なのか夜なのかっていうことで、今朝今日の朝は、はい、ラジオ行かなあかんわと思ってるから、うん、もう、うん、もう何が何でも行かなあかん、頭割れてても行かなあかんと思ってるから、うん、起きましたよ朝、うん、9時にちゃんとね出社しました。でスタッフがいるから安心安心やったのでね、一日ちゃんと仕事もしまして、でスタジオにちゃんと一人で来ました。でも腕痛い、もう頭も痛い、もうでもなんかだいぶマシかな、うん、普通でしょ、まあ、でもやっぱり見た目普通でしょ。そうですね、あのやっぱお医者さん行った方がいいかもわかんないです、うん、まあまあみんなもそう言ってくださるんだけど、私はどう考えても頭打ったせいじゃなくてワクチンかなと思って、だから打たれる人はこれからもおられると思うんですけど、意外と来ますよ、あの人によるんですよ、うん、あそうなの、あのたくさんあのスタッフがみんな受けてるんで、うんうん、やっぱりかんあ味わったことのない生まれて初めての倦怠感の人もいます、一、うん、人、うん、あとはやっぱ熱38度ぐらい熱が出た人もいます、あそうで、なんかしんどいっていう人と、あそうなんか全くえ何ともない人もいるの、何ともない人がほとんどです。だから当たり外れがあるのかも分からないですね、あれ。私ね、インフルエンザもね絶対熱出てしんどくなるので、はい、インフルエンザも7年ぐらい受けてないんですよ。なんかちょっと出るタイプなのかな。あと聞くところによると、なんか若い人が抵抗力があって出るらしいじゃないですか。そう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 、私若いってこと、そうそういうことですよねいいように取っておきましょうかね、はい、ということで2回目の方がもっときしんどいという噂なので、そうなんですよね、私も2回目の時はね、それからあと1週間休んどこうかなと思って、うん、で計算したら、はい、次の7月のラジオが終わった次の次の日が2回目だったので、7月のラジオの時は大丈夫です、うん、はい、で受けたあと1週間も休もうかなと思ってます、うん、もう本当に何回も言いますけどね、経験したことのない倦怠感です、もううまく言えない、もうしんどくてもうん、ほんともう言っときます、もう覚悟して打ってください皆さん、はい、でもねこれで免疫がね作れるんやったら人類のためですからね、うん、その一役は担わなあかんなと思って、ちょっと今日はその話をねしとこうと思ったので、本当はもう自転車でこけた話で笑ってほしかったんですけど、ちょ笑ってられない状況もでも今日スタッフが言いましたよ、ラジオ行くんですかって、当たり前やんそんなん、腕折れても頭折れてもラジオ行くねんって言ってみんな、はあ、笑そこでスタッフに笑ってほしかったわけですよんなほなみたいな、うちのスタッフさん真面目やから素晴らしいみたいなそこまで思い入れあるんですね、もう僕面白いからファンですとか言ってるほんま面白いです、オールナイトニッポンみたいですって言って、うちのスタッフほんますごいよね本当に数少ないファンなんですよ本当にね。だから今日はまた会社で宣言してきました、はい、第3水曜日はオールナイトニッポン、月曜日中島みゆきさんの日をリスペクトしてるのでそっちに向かってるのよみたいに、素晴らしい、もう絶対いけると思いますって言って会社の子は拍手してくれました。あとなんか天の声さんのファンだそうですもうなんかまた来たいって言ってますので来させてやってくださいということで、はい、ワクチンの話させていただきました。でもうちょっとだけワクチンの話したい、はいはい、なんかね反対な人いるじゃない、受けたくない人はね、でそれさいいと思うんですよ全然、うん、で何でも鈴木さん受ける派なんてめっちゃ親しい人に言われたことがあって、鈴木さんは反対派でしょみたいな私なんでもほらちょっと歪んでるからさ考えが、鈴木さんは反対派じゃないんですかって言って、なんで受けるんですかってびっくりされたのよ、そこだけちょっと説明したきたかった、はい、私はインフルエンザも受けないしね、まあ、薬もあるのもないし、なんでこれは受けたかというのはね、うん、これ理由があるんです、はい、今回のこのねコロナ禍はね、このウイルス
人類ね、始まって以来の何回目かのもうえらいことになってるわけじゃないですか、うん、地球規模ですからね、うんうん、なぜ初めてだし、うん、それも地球規模だし、これはもう人類が全員が協力して立ち向かうしかない時だと思ってるんですよ、うん、でいろんな書物読んだんですよ、私も怖がりやから、うん、でやっぱりよく分かりません、先々どんな症状が、うん、分かんないです、はい、実は、はい、うん、もしかしたらえらいことになるかもしれないですけども、うん、今立ち向かわなあかん時なんですよ。そのためにはどうすればいいかって言ったらね、集団免疫を作るしかね、勝つ方法はないんですよ、うん、どう考えても。これをワクチンを打たずに 集団免疫を取ろうとすると、日本人の場合 45% が亡くならないとダメです、かからないとダメなんです、うん、実際にかかって亡くなっちゃう確率を計算したらそれぐらいの死者が出ます、うん、そんなことしてられへんから、じゃあ集団免疫を作るためにはワクチンを打つしかないという、私はもうそこを納得しました、うん、でせめて若い人はね、何が起きるか分からないでしょ、まだこれから子供を産む可能性のある人とか、もっとちっちゃい子はできたら避けた方がいいのかもしれない、うん、だからもう私らぐらいのね、もう言っちゃ怒られますけども、50歳以上ぐらいは受けましょうね、みんな受けましょう、大丈夫ですもう生きてるうちに何も起こりません、はい、今から子供を産むこともないので遺伝子にも影響を及ぼしません、ね、っていう考えで私は受けたっていうことですで、松崎さん絶対反対がはやっちゃうのそう思われてると思いますが、こういう理屈です、はい、分かってもらった、まあ確かに若い人は怖いですね、若い人はね無理して受けなくても、あの 45%、まあ、40% が免疫を持てば勝つので、うん、まあ、日本で言えば、50以上が全員打てばまあまあな線いくでしょ、うんうん、であと納得して受ける、まあ、40代の方とかもおられると思うので、うん、なんか若い人なんで17歳から今12歳からって言ってるけど、はいはい、受けなくていいと思います、私は若い子供さんは受けなくていいと思います、20代の女の子とか受けなくていいと思います、うん、はい、っていうのは、これは私の、うん、私の説です、うん、ということで受けました、はい、決して私は何もかも反対して生きてるわけではありません、うん、はい、ということで、はい、真面目な話をしました、はい、あ、もうこんな時間や、今日なんか大好きな6月やから梅雨の話をしたかったんやんか、6月16日何の日か言うと和菓子の日ですはい、和菓子の日なんですって、イベント少ないんで6月は、でも16日和菓子の日だそうで、はい、今日和菓子の積み合わせをね天の声さんのために積み合わせたのに置いてきてしまったもうやっぱりちょっとワクチンのせいにしときますわよすいません、はい、1個だけ、6月って水月っていうじゃない、はい、うん、それは神様がねいなくなるからいうやつですけど、英語ではジューンっていうでしょ、うん、これもやっぱりね神様まつわってるのよね、ジューンは英語読みなんですけどね、ローマ神話に出てくる、まあ、ローマ神話の方で一番偉い神様、ギリシャ神話でいうとゼウスの、まあ、ローマ神話でいう一番偉い人がサツルヌスっていう神様なんやか、ね、サトゥルヌスね、その一番偉い神様の子供がユピテルっていうんですけど、それを英語読みするとジュピターなんですけどね、そのジュピターの妻、奥さんがユノって言います、そのユノをジュノと読みますね、英語読みでね、それがジューンになってるっていうことです、うん、でこのユノさんが結婚生活の守護神ってあったことから6月に結婚式を挙げる花嫁はジューンブライトっていう、で6月に結婚する幸せになると言われてるんですけど、やっぱこれも神話から来てるんですね、うん、ジュピターの奥さんの名前ですがジューン、英語読みではね、ということで、でも私は6月が大好きで雨も大好きです、はい、ということで今日もちょっとだけ懐かしい方々の曲を集めてみました、雨の中で聴いたらいいかなみたいなしっとりした曲を結構多いです、じゃあ今日の1曲目です、久々宮原春彦さんです、宮原春彦さんが自分でハモってるっていう録音の仕方をしている曲、珍しいので今日の1曲目はこれを聴いてほしいと思います、今日の1曲目は
宮原晴彦さんで、あなたの背中。1, 2, 3, 4。昼下がりの軽井沢の街を僕と歩いて見ませんか。柔らかな朝間のスロープを小さな雲がいくつも流れてゆくよ。僕は今でも覚えています。街外れの別れ道では、さよならしたくはなかったのです。梅雨の真っ只中ですが、ヒデゾーのコーナーをやってきました。ありがとうございます。ここのとこずっとヒデゾーさんの個人的なお悩みを取り上げております。はい、はい、今月も続きをいきたいと思います。そうですね。はい、自転車でこけたりしてませんか。はこけてない。大丈夫です。いい声。賢いな。ただよく引っかかってこけます。あら、ヒデゾー君そんなことするの。します。よくこけます。怪我します。まあちょっと転がるんで、まあまあ、こう受け身を自然としますんで、でまあこの間からやってるあの、ね、減量のためのさまざまな努力ですけれども、ね、どんなことになってますか、ね、そうですね、まあ、あの引き続き休みなしの、うん、まあ、縄跳びはもう継続して、素晴らしい、まあ、2分以上をできるようになりました。それ後ろ跳びなんですか。そうですね。素晴らしい。すべて後ろです。後ろはねかなり揺れるんですよね、お腹が前よりも、まあ、ほんで鍛えれる。なんか散歩とか後ろ向きに歩いてるおじいちゃまとかたまにいますよね。いますか。います。そっか。ということは、はい、なんかちょっといい成果は出てるんですかね。いや、それが出ないかった。痩せてない。たので、まあ、ちょっと次の体操をねまた
自分で考えて作って、まあ、第二体操って、まあ、自分の中では言うんですけども、まあ、その体操を今、まあ、試験中してまして、まああまりにもこの減らない、あ、そう、全然あまりにも減らんの減らないので、うん、もうこれはちょっと何ていうんですかね、ちょっと最新のこの器具的なものはないのかなと思いですね、うんうん、ちょっとフラッと歩いてたんですよね、うん、するとそのこう電気でね、うん、ビリビリくる、はいはい、シックスなんとかいうと、うん、なんかやってたんですイベントみたいなもの、うん、まあ、ちょっとやっぱり自分のこのお腹が揺れてたのか何なのかちょっと呼び止められまして、ちょっと試験しませんかって、でね、いろんなパターンがあるんですけど、ここ腹だけとか足とか今あるみたいな、今度その新しいのでその14箇所を一気に電動でやるのをありまして、ちょっとねそれちょっともう買いますわ言って買ったんですよ。太っ腹ジャージなんですけど、ジャージの中に埋め込まれてるんですよ上下で、でそのなんですかね、ちょっと機械の使い方が分かんないんですけど、そのどっかと携帯とかとつないで画像を見ながらその画像に合わせた動きをまたしおるらしいんですね。それを買っちゃった、買いました。でそれと横にそのサウナスーツ、いや散財してるやん、が置いてあったんで、もうちょっとこれもいいと、その代わりもう道が痩せれるんやろな、そう、こんだけ買うんやから、うん、それを試してるよね今で、ちょ届くのが来週なんです。あ、まだ来てないのか、うん、来週届くんで、あ、じゃあ来月ちょっと、そうです、もう別人ちゃいますかね、うん、そう、もう誰みたいな、あ、そしたらもう手の声したらも貸してあげて楽しみでね、そりゃ相当な投資をしましたね、そう、このすごいんですよ、あのビリ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 ね、で1日20分しかやったらダメなんですよ、うんうん、でまあそれをねその動画に合わせてこう、うん、どこを鍛えるかいうので、あ、すごいハイテクに走りましたね、もう自分の努力では何にもならんから、もうこれしかないと、もう縄跳びと体操ではポテチはやめれへんし、そう、だ食、まあ、それ食べるもんはあんまり我慢したくないんでなるほど、そんなことなら金使うぞみたいなそう、でもやっぱり食事をやめなあかん言ってましたね、そのそうでしょ落ち方がでそれ落ちひんくって文句言ったら、それ食事を改善されてないから無理ですと言われるんじゃん。だからあそこも行ったんですよ、なんとか断食道場みたいなやつ、なんとか薬局いうね、うん、漢方とか ああいうところにもちょっとふらーっと見てたら呼び止められて、またそれがね痩せたい顔してるんやもん、きっと、うん、ほんで5分時間ないですか言われてね、あららららら、試しのなんか飲まされて、うん、豪太ですよ、それまた豪太、ま、それがまた今秀蔵君に売り時やな貢献してるね社会に、うん、いいことや、もう金回さな、またもう楽しみやわ、楽しみやわ来月、まあ、あれもね、そうそう、来月太ってたら面白いね、太いや大笑いしてあげるわ、私こけたより笑えるわ、なんとかねちょっとあの楽しみ、今維持はしてる、うん、増えも減りもして、うん、まあ、この前4キロあのグラムでね、グラム動くんですよ、グラムは動かない、まあいいやそこは、キロで言ったら太りはしてないの、維持はしてる、この前2キロぐらい減ったって言ってた、維持ですね、維持2キロ減ってそのままでグラムで動くんで、だいたいだから74って言ってたっけ、74点台なんですよ、うん、で
75.1 になったりそんなに動くの動くだから腹が立つんですよ。もうこれどうしようかな。でも次の日戻るでしょ。で戻るんですけどね。真ん中でいいんじゃないですか、平均のところで。でも油断するとね、やっぱりそのもうその細いことで言ったらあかんもん。とりあえず70切らない。や A 型なんですよ私もうその細かいもうほんでこのサウナスーツは持ってるんでね今も、うん、あれを着てもうすっごい出るんしてますか。もうもうじゃあもう絶対ちょっと期待できるね。いや、うん、あれはね、うん、期待できる。そんだけ投資してるんやったら頑張って。頑張ります。軽く言っとこう。頑張ってもう別人でいけますんで、はい、じゃあ、はい、来月は別人のヒデゾー君になる予定ということで、はい、その前祝いで1曲、はい、ご紹介してください。はい、それでは聞いてください。ヒデゾーで無題。スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、
オフィス印刷機、リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO 14001認証を取得。合わせてありがとうと散歩よし系を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した経営活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号八日市南高校前にあります。電話番号は0748-23-2233です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、では引き続きまして6月の第3水曜日頑張っていきましょう。はい、皆さんに聞こえてない間ね、天の声さんと秀蔵さんは何キロ痩せるとか太ったとかもうこの話熱いっすね。もうそんなやったらもう食べるのやめましょうよっていうね、私とかもそういう性格やから思っちゃうんですけど、それはやめられへんと、食べたいもんは食べたいと、でも痩せたいと、どうやねんみたいなね可愛い会話が弾んでおりました。ということで来月ほんま楽しみですね。頑張ってね、ひぞぞくん。必ず、かっこいいわ。またひぞぞくんかっこいいようになったらどうするよどうするよ、これ以上になったらやるなって感じですね。一回デートしてな。うまいっす。ちょっと頭打ったけど、あのこの記念にね、ムキムキ記念に、うん、はい、ぜひです、はい、そっか、ムキムキになるんや。曲の話にちょっと戻りますが、はい、ですわ、先月でしたかね、なんか天の声さんがね作られた曲で演歌調の曲があって、なんか初めて目月さんに褒められたみたいなね、もうそんなあのもうそんな、そんな失礼な、そんなこと言ってません。いい曲って本当に思ったので言っただけなんですけどね、天の声さん演歌っぽいものを作られるんや、お好きなんやってみたいなことを思って、もちろん私も好きなのでね、面白いなと思いまして、ポップスを作ってる子らの中で演歌っぽいものを作った子はいないだろうかといろいろ考えたんですけど、いたんですよ。これがなんとあのデズギャンの、ゴージ君は一曲ね演歌を作ってたことがあって、何回も紹介したと思うんですけど、あのヒコニャンの CD 作りましたよね。あれの中に一曲ね演歌が入ってるんです。でそれを自分が作詞作曲で自分が歌ってるんですけれどもね、あのゴージっていう名前は出さずに、歌はカリスマコトっていう名前なんです。カリスマって言われてるから、カリスマコトっていう名前で歌ってるんですけど、これがねほんまに演歌なんですよ。で前も1回ぐらいかけたような気がするんですけど、ちょっと先月のね演歌つながりで、あの天の声さんに聞いていただいてこれは演歌かどうか、評価していただこうと思って、かけさせていただけたらと思って、ちょっと早速ですがその曲を聴いていただけたらと思います。一回聴いてみてください。短い曲なので、カリスマことさんで胸騒ぎの彦根城です。
でしょうか、天の声さん、これ演歌ですよね。前川清さんでしたね。前川清さんです、うん、素晴らしい。もうね、あのカラオケで、あのこのカリスマ宮司さんは前川清のモノマネをそっくりで歌うっていう、うん、そのまんまなんですけど、知らない人にしたらね、え、これがあのえブリルさんですかってなるよね、きっとね。ということで、彦根城をちょっと演歌調にしたっていう曲でした。うん、なんか演歌の曲もちょっとずつ入れていこうかなって思ってるので、いい曲があって、オリジナルで演歌作ってる人あんまりないからね。うん、あんまり音源がないんですけれども、うんうん、まあ、あればぜひ皆さんも教えてください。私は何を歌っても演歌になる人なので、私に歌わせたら全部演歌になると思います。都はるみにそっくりに歌えます。はい、もう拳がコロッコロ回るタイプなので、大笑いだと思いますよ、うん、何でも言ってください。演歌にできます。はい、あれが少女 A ってあるじゃん、はい、中森明菜さんのあれ、私が歌うとむっちゃ演歌です。録音してきてください。それね、どうした恥ずかしい。普通に、じゃあ中森明菜さんの曲のなんかカラオケみたいなやつをなんかダウンロードするかなんかして、それを歌ったりね、うん、うんうん、わかりました。一回入れてきましょう。聞いてください、こそっと。もう笑っちゃいますよ。だいたいね、カラオケでは拍手喝采いただくんですけど、私は何にも嬉しくないです。普通に歌いたいです。はい、ということで、ね、もうちょっと、今日はね、変わった曲ばっかり持ってきてるんですけどね、はい、今のがカリスマ宮司が一人で歌ってたんですけど、川口勝彦さん一回ここに来てくれましたよね、はい、あの人もいい曲書くんですよ。ちょっとだけ演歌っぽいですね、彼も。はい、そういえば歌い方が違うのでね、演歌ではないけど、なんかこうお父さんが流しやったっていうこともあって、なんかそういうこうちょっとキュンってするような内容の曲を書くので、演歌っちゃ演歌の世界な歌を作るんですよね。で、川口くんの歌を、カリスマ宮司が編曲して一緒に、なんでコーラスをしてるっていう音源をね見つけたんですよね。これはね、めっちゃ昔です。多分1999年とか2000年とか、はい、地球が滅ぶよっていうノストラダムスの大予言ありましたよね。あれを信じて、1999年の12月31日の晩にうちの店に集まってたメンバーがいて、これで滅びたら、ね、このメンバーで一緒に死ぬんやみたいなね。その時の頃のやつなので、ちょうど2000年前後のやつなんですけど、彼の、ね、音源ってないんですよね。録音されてないんで、ちゃんと練習してやったやつ、私がこそっと撮った音源なんですよ。だからものすごく音が悪いから、きっと川口くんはこんなんかけんといてくださいって怒ると思うんですけども、とってもいい曲なので、あ、いい曲やなっていう意味で聴いてほしいです。で、演奏編曲はカリスマ宮司がやってて、ちょっとだけハモっています。ちょっと続けて聴いてもらっていいですか。面白いのでぜひ聴いてみてください。川口勝彦で僕は違う。壊れかけ
いどうでしょうか。川口くんいい曲作りはるねん。もうこれだいぶ昔の曲なんですけどね、いいの曲がほんまいっぱいあってと聞いてほしいね。青い月っていう曲があるんですけど、ね、音源ないのよなんとかしようよ川口くんっていうことで、あのこの間から言ってるね、そういう YouTube チャンネルを立ち上げようって言ってる、うん、あもうほんまに真剣に今用意してるんですけど、はい、あのそこへ入れてほしいと思っています。まあ皆さんの耳に届いてない滋賀のミュージシャンの名曲は山盛りあると思いますよ。本当に川口さんね、歌ってる姿が様になりますから、そのバックちゃんとね暗くね、いいね、本当のライブハウスで歌ってるのを、うんうん、ちょっと PV にしたらね、うん、そうそうそういいと思いますね。いいと思うわ。様になりますよ。細くて背が高くて顔ちっちゃいし、うん、ギターもうまいし、いいになると思います、はい、ぜひその YouTube チャンネルは。で、まあ、ちょっと演歌チャンネル別個に作ってね。演歌にこだわりますね。あ、もう演歌チャンネル行きたいわ行っときましょうよこの際なあのみんながちょっと行かへんとこ行っとかなっちゃいますか。秀蔵君演歌歌ったら面白いかもしれない。いいかもしれないね。ちょっとほらねちっこい歌い方もするときあるやん。ってうん、あのしゃくったりとかあれ演歌の走り演歌ってでも難しいですよね。演歌ってなんか単語がそれしかないから演歌って言ってるだけのことで、まあ、いわゆる日本の情緒を染み出さした歌みたいなもんやんか、うん、基本語音階なんですよね。ええそうなんそうなんですか。そんな決まりがあるんですか。いやいやいや、まあまあ決まってない。知らんかった。だって1オクターブが私も1オクターブの話どうからしーやと思ってた。あ、それ謝らなあかんねん。あれあれは要するにどうからどうのそのそれを1オクターブって言うんですよね。そうですよね。ここからここのちゃんと一つ上を一応ちゃんとテロップ入れておいていただきました。ありがとうございます。だからヒデド君は追ってた。ヒデド君は正解だった、うん、私がね知ったかぶりしてね、一オクターブはねどうからシーやって言い切ってたんですよね。あのほんま申し訳ないです。私が大きな間違いです。私もいっぱい間違って生きてますので、もうアバウトエッチャンって言われてるから、もうすみません。もうなんかね あれですよ、アダプターのことアブスターって言ってましたからね、ずっとアブスターどこーって言ってましたからね。もうゴーちゃんとか慣れてるかはいはい言ってくれてましたけど、あのそれぐらいアバウトな私が音階間違って1オクターブはどうからどう1オクターブです、はい、はい、皆さん一緒に言いましょう、はい、1オクターブはどうからどうです、はい、すいませんでしたということです、はい、なんで川口くんの話に戻りますが、今おっしゃってくださったように、うん、見栄えがかっこいいっていうのはね、うん、かっこいいです。ミュージシャンとしてはね、そうです、まあ本当にもう美味しいというか、もうそれも実力じゃん。そうですね、ね、うん、本人は思ってないのかもしれない、いや本人も思ってるかもしれないですけどね、ほんまにね歌ったらめっちゃかっこいいのよ、うん、あれなんやろね、立ち姿、ギターの持ち方なのかな、スタイルがいいですよね。なあ、それあれですね、ふと多分夜に食べたり、ね、あのそこはあのスタイルを気をつけてね、ミュージシャンとして、うん、ダメな食生活をしてないんじゃないかな、うん、一回そこのとこ川口くんに聞いてみようかな。そうですね、どうなのって。多分あんまり食べはらへんタイプのような気がしますね。あーかもしれないな、でめっちゃお金出してなんかビビビビってするやつ買うてたら笑うよね僕も買うてんねんそれとか言われたなちょっとそこ質問してみましょうか。そうですね、うん、わかりました。川口くん質問しますのでね、答えてくださいね、お願いします。ということで、はい、なんかかっこいい曲探しかけたらいっぱいあるぞっていうことをね、うん、改めて気がついた今日この頃でございます、はいはい、6月の話ちょっと中途半端になったんですけど、ヒデゾー君6月なんか思い入れあったり、ここ好きとかある？言ってあげよう、なんか印象の薄い月とか、かわいそうだから毎月その月のことを語ってあげてよ。6月良くないですか、なんか。そうですね、豊かなイメージない、なんか。6月はねやっぱりちょっともうこのジメジメ感が、6月かわいそう。ジメジメって言ったってそれはもう大地のためには必要なお水なのよ。
静岡君、6月は何の追加してあります？6月って本当にえっちゃんの誕生日。そう、あ私が生まれた日やで。いらんの、そんな鬱陶しいの。生まれてほしくなかった。いやいや、ちょっとこれは問題発言です、ね、あもうあか頭の傷が痛なってきたわ。ガーン来たわ。私もパーティーの月ですね。そうよ。どうやってパーティーしたら危なくないか、世間から後ろ指さされへんか、知恵絞ってほしいぐらいやわさ、うん、そうですね。今月パーティーですね。イエーイ、パーティーしましょう。ここがいいんじゃない、徳さんの畑。あ徳さん園ね、徳さん園借りて、なんか一回行ってみたいねんか。徳さん貸してくださいよさげ。畑があるんですか？畑されてるらしくってね。そうそうそう、この間あの芋掘りしてやりましたよ、うん、へで、なんかギター持って行ったりとかしてはる。そうそうそう、ちょっとした小屋みたいな。うん、で徳さんが歌ってるとね、うん、あの法華経とか言ってね、そうそう、楽曲のねコーラスが入ったりする。いや、じゃあぜひですね、そこで僕は料理を食べたいです、うん、何や食べるんか。あのポテサラがいいです。言葉に及んでポテサラを。あ、じゃあもう死ぬほどポテサラ食べる。そうですね、ポテサラだけでいいんですよ。いい、あなんかほら静岡くんの知り合いのお店でポテサラの美味しいオードブル作ってくれるとこあるって、そこで作ってきてもらってよ。うん、いいっすよ。玉ねぎは淡路島ですね。おお、こだわってる。すげえ。でサッシーです。じゃがいも知ってます？サッシー知らないですっていうじゃがいもの。はい、男爵メイクインぐらいしか知らないです。サッシーで多分時期があるんで、その時期になったらサッシーが入ってきます、うん、じゃあまあ好きこだわったやつオードブル作ってもらってきて。そうですね、私の食べたそうなもんもちょっとは入れといてな。水ナスですね。あ水ナス好き。あとねできたらあのハム。あ、私ハム好きなんですよ。手作りハムですか。やったー、もうそれだけでいいわもう。マジうまいですから。あとほら送り迎え誰かアッシーくんしてくれる人がいるよね、うん、それは専門家がいますから。あ、ほんと？じゃあちゃんと払うから送り迎え代行専門家がいますから、チケット持ってますから。じゃあその企画は秀蔵君にお任せしておいていいかな。そうですね、あの畑で、うん、畑で畑でね。おっとー、いや畑で徳さんに徳さんの徳さんあれはその回徳さんのなんかここをちょっと草刈り来てっていうのは手伝わなあかんよ。ああそんなんは全然ね。じゃあ日程調整もろもろお任せしておきますのでよろしくお願いします、はいはい、また様子はあの天の声さんが撮影してYouTube で公開していただくということで。徳さんいらっしゃいって書いておいてくれはります。やったー徳さん。今回の聞いてて書かはったんかどうかはちょっと分かんないですけど、でもさっきなかったからそうかもしれないですね。あ聞いてくださってるんや。じゃあ秀蔵くんが連絡してこれも OK かもしれない、はい、あの入山料入園料がっぽり取ってくださいね、うん、ね、はい、それで来年のこう苗とか種とか買えるようにう、ね、うん、お願いします。じゃあ約束、はい、パーティー、はい、約束しました。ハムやったね。ハムハム、ね、ハムハムね、ハムハムハム、はい、ハムこの間言ってたやつ。もういろんなハムがある。あもういろんなハムいろんなハム僕も結構ハム好きなんです。あそうですか、うん、いろんなハムと生ビール、うん、ビールも、ね、あなんか頭治ってきたなんかシャーンってしてきた。これでさっきの6月発言はなかったことになりますね。はい、うん、6月は大丈夫、いい月ですね。いい月いい月で私のめっちゃ大好きなそのパーカッションのヒロさん、はい、もう6月22日なのそうですか、うん、その時ちょっとパーティーの配信ライブをされる、うんうん、もうすごいメンバーなのそれが。びっくりするような人がすごいな、さすがやな、うん、それ6月22日です。はい、楽しみができましたね天の声さん、はい、はい、だからその日にガーン食べなあかんからちょっとそれ以外は控えときましょうね皆さんそうですね、ね、そうですよね。でだからみんなでねビリビリつけながら食ったらいい。やばそんな縄跳びしながらやだ私太ってないから大丈夫、畑ではこけても大丈夫やしな、うんうん、あ楽しみができました皆さんも。
あ、そっか、みんな来てくださいって言えへんからな今はな、うんうん、じゃあ、限定3人限定3人まで参加 OK でございますので、うん、はい、秀蔵くんまでご連絡ください。はい、はい、今日も楽しかったです、はい、自転車でこけたしワクチンもしんどかったけど、やっぱりラジオ来ると元気になるな、うんうん、聞いてくださってる人もちょっとでも元気になってくれたら嬉しいです。で、さっきも言いましたけど、この目標、私の目標はよ、はい、イメージとしては、はい、オールナイトニッポンの月曜日に中島みゆきさんが担当されてた日があったんですけどね、そこがなんか狙い目、うん、聞いたことないと思うんですけど、まあ別になんか難しい話もせず取り留めもなく、うん、なんかもやっとしてて、これっちゅうことも喋ってないんだけども、怒られるな、なんかこうクッと笑えるというかね、いないな、な一人でクスッと笑えるっていう、ね、そういう番組だったので、そういう風になりたいなと思っております。はい、では今日最後の曲を紹介します。懐かしい人、スカボンさん覚えてますか、みんなの歌ね、 NHK のあれに出ておられた方が作ってくださった、めっちゃ前のやつです。9回裏っていう曲で、作詞作曲歌松加護さんの曲なんですけれども、実は甲子園のまた始まった夏になったらね、甲子園のために作ってくださった曲、表にも出てないやつをしようと思ってかお整理してたんですよ。そしたらこれ出てきて、あ、これはそこまで待って、でも今日にぴったりやなと思って持ってきました。じゃあ今日6月最後の曲はつかぼんさんで9回裏です。皆さんも9回裏バーンと逆転するぞみたいな感じで聞いてください。じゃあ今月もありがとうございました。バイバイ。味方のエースは奇跡のピッチング、8回まで1点のリードを守った。勝利の女神は気まぐれに、その微笑みを投げかける。最後にそれを掴む者こそ、その栄光裏、なんとかこの回さえ抑えられれば、だがエースの疲労はその肩に重く、期待がみんなの手足を縛りつける。なんでもない内野ゴロが手につかず、走者を許したこのピンチ、当たり損ねのゴロが再び、さっき得らした野手を襲う。勝利の女神は輝く。君の
9回裏に気力と体力の限界であっても歯を食いしばって越えなければならない。誰が野球